東京パックは20世紀前半の日本の風刺漫画雑誌、数字にわたって刊行された。1905年4月15日、ウラク社より創刊号が刊行された。中心となったのは北沢楽天。楽天は自身の恩師であるオーストラリア出身の漫画家フランク・ A ・南ナンキベルから風刺漫画雑誌の創刊を勧められており、ナンキベルが編集長をしていた。 アメリカの漫画雑誌、パックにちなみ、氏名を東京パックとした。ただ、その前年に宮武骸骨が中心となって創刊された、国慶新聞の成功が引き金になったと、清水伊佐は指摘している。B4 編形版という大ぶりな半径、全ページカラー印刷、全稿に漫画という画期的なスタイルで、当時のベストセラー雑誌として、名を馳せた。また、 解説文を英訳や中国訳もつけたことで、広く英語圏及び東アジア地域においても読まれ、また類似する漫画雑誌の創刊が相次いだことや、この雑誌から下川大手をはじめとした多くの漫画家たちが排出されたことでも、日本の漫画史に大きな足跡を残す雑誌とされる。1912年5月、楽天の大社をもって第一次は中間。 半元は継続のまま同年6月より第2次東京パックとして観光を継続する。楽天は楽天社を創設し楽天パックを創刊して自らの画業は継続したものの1年3ヶ月で廃刊となり楽天社も解散となった。第2次は1915年週刊。1919年8月第3次東京パック創刊。ここより 東京パック社単独での発行、発売となる。1923年週刊。1928年7月、第4次、東京パック総刊、柳瀬正夢、岡本陶器などのプロレタリア美術運動の描き手も登場する。1941年3月をもって週刊。ただし、1948年8月に継続を絶つ、形で、 東京パックが創刊されたものの短期間で収監している。明治の50冊、北沢楽天、東京パック日本の大衆漫画雑誌の原点、産経ニュース、2018年11月26日、2021年9月17日閲覧、清水 P82、ありがとうございます。